アレッサンドロ・ファルネーゼは、スペインの軍人、第三代パルマ公及びピアチェンツァ公父は、第二代パルマ公、オッタービオ、母は神聖ローマ皇帝兼スペイン王カある五世の、諸子、マルゲリータ。名は、父方の曽祖,祖父である、ローマ教皇パウルス三世の本名に由来する。母が、ネーデルラント17州の総督に選ばれると、ブリュッセルへ移住。 1565年に、ポルトガルのアビス王朝の王女ドナ・マリアと結婚し、アルカラ大学で重帝のスペイン王大使カルロスと、おじ、ドン・フアンデ・アウストリアと共に勉強した。その後、母がスペインハプスブルク家の出身であることから、スペイン軍について、軍事的才能を発揮した。妻・マリアは経験で夫への愛情が深く、教養豊かな女性だった。マリアが、 ポルトガルオマヌエル一世の孫娘であったため、マドリードの宮廷でも重きをなした。1571年のレパントの海戦に参加、1578年から母方のおじのスペイン王フェリペ二世より、ネーデルラント総督を命じられ、1579年にアラス同盟を結んで、南部重州をスペインに基準させる校を立てた。 ユトレヒト同盟で結束した北部7州との戦争では1582年にアウデナールで1584年から1585年にかけてアントウェルペン、ブルッセルを落としてネーデルラントに迫った。しかし1588年にフェリペ2世がイングランド遠征のためネーデルラントのスペイン軍を活用する方針に切り替えたためダンケルクで待機していたが アルマダの海戦で無敵艦隊が敗北して、ネーデルラントへの攻撃は中止となった。1589年に、フランスで、バロワ朝断絶後、カトリック同盟の貴族たちが、ブルボン家のアンリー4世の大位継承を認めず、内乱になると、アレッサンドロは、スペイン軍を率いて、カトリック同盟の救援に向かったが、1592年、ルーアンにおいてアンリー4世の軍勢と交戦中に、 重傷を負い、アラスで死去した。アレッサンドロはパルマ公であったが、広告の統治は息子、ラヌッチョが、殺傷として行っていた。1565年、ポルトガルオマヌエル一世の孫娘マリアと結婚し、3人の子を設けた。ありがとうございます。